はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソリッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、光の黄金室というね、最強カードが実装されましてですね、このカード、1枚で全ぶっぱ飛ばせるカードなんですよ、実は。はい。光の黄金室引きましたと。これ発動します。で、光の黄金室のカード面が修正されたモンスターが、加えられるんで、これでガンダラギアス持ってきまして、で、ガンダラギアスが、光の黄金室あれば特殊召喚できまして、で、LP 半分払えば、フィールドのカードを全ぶっぱして除外するっていう効果あるんで、これで、一応全ぶっぱかませるんですよ。なんで、本日はこの光の黄金室という全ぶっぱカード、これ実質ね、この全ぶっぱカードを、採用しました、アルティメット全ぶっぱホルスギアスデッキ、こちらご紹介していきたいと思います。以前ですね、全ぶっぱのみデッキっていうのが意味わかんないデッキ作ったと思うんですけども、あれに似たような感じで、もうひたすら全ぶっぱかましていくっていう、ブラックホール、もうサンダーボルト、ライトニングストーム、そして光の黄金室。ここにさらに、幕札として、金敵、参戦のサイン、参戦のゴー、心変わり、晴れぼうきのような、あと、ラバゴーみたいな。こういう、マクリフだと全ぶっぱカードのみを、搭載した意味不明デッキ、これでぶん回していきたいと思います。で一応、メインギミックはホルスと、ガンドラギアスがレベル8なんで、ここのランク8ギミックですね。ランク8で、倒していきたい。理論上ですよ。理論上、フィールド上のモンスター全ぶっぱしてしまえば、ランク8したら勝てるっていう話が、実はありますんでね。なんで、これを通していきたい。で、一応、手札誘発、一応こういうデッキって一番強いのは増殖するうちだと思うんですけど、増殖するうち通んなすぎて、結局その、儚とかうらら引かれてるんで、大体相手に。G が通んないっていうのがあって、ちょっと G 抜いて、マクリフさんに今回はしました。はい、参戦の際とか、5とか、こういう系の。一応、ラバゴとかをね、で、相手のモンスター処理した上で、ブラックホールとかすれば絶対通せるかなと思うんで、この辺のカード。そういう、うまい感じでやっていきたいですね。増進はうららと、儚との交換しかできないんで。で、ガンマだけは、やっぱ自分のターンでもホルスギミックあると結構強く使えますし、あとやっぱ、うららとか儚でもケアしづらいんですよね。うらら一応1回だけ無効にできるけど、一生ターン1ないからこいつ、手札からぶん投げられるしさ、うらら打ったところで別にそんなに、クリティカルヒットはし、クリティカルヒットっていうか、ガンマが、そのターン中もう1回打てるから。だから、ケアしづらいカードなんじゃないかなと思って、今一番強い、ケアしづらい誘発だけ入れて、あとはとりあえずもう全部パカードと、ラバコで頑張りたい。と思います。意外とね、このね、光の黄金室のガンドラギアスがね、手数になって強いんでね、これ消化器つかないんで、なんで、ラバコとも相性がいいと。噛み合ってはいるギリ。はい。トレードインとも相性いいしね。やっていきましょう。とりあえず、デュエル。スタンバイ。いやーマジで久しぶりにこのクソ頭悪いデッキ回してるんだけど、やっぱその全部やっぱ効かなくなってきてるね。なんか破壊耐性とかあったりとか、粛清とかなんか全然勝てるんだけど、なんかあいつらさ墓地のさ魔法カードでさもう一回出し直されたりすんじゃん。めんどくさいよね。全部やっぱ効くようになったらそれはそれででもちょっと後手なんかめっちゃ強くなるみたいな話あるからあれなんだけどさ、光の黄金室来たー。これミラーだわ、実質ミラー。光の黄金室のパーツほとんど入ってねえけど、俺のデッキ仲間の絆何、俺のちなみに仲間の絆は2人しか絆繋いでねえからよ。ガンドラから出てくるサイレントマジシャンしかいねえからよ。なんか絆かどうかマジ怪しいけどな。何これ、なんかワンチャン魔法カード1回無効にするだけだからさ、ブラックホール2連打しちゃいけんじゃね。対象取ってねえし、ブラックホールは対象に取らない。うむ、いいだろう。サイレントソードマンの効果も別にサイレントマジシャンの効果もいいだろう。その肉声が何かによるな。とりあえず一発でバカカード丸1発動、アルティメットバカカード丸1発動。はい、こうね、オッケー、全然 OK です。理解しました。ではバカカード丸2発動。バカすぎる。やってることがバカすぎる。よし、とりあえず全部ぶっぱした。一旦オーボの石壁発動。で、オーボの石壁の効果発動。これ、どれ戻せばいいのかな。うららとかはあるかもしんないんだけど、結局イミューシティがいないか。コストねえから、これだな。コストねえからこうして、で、こうして、光の黄金室の効果発動して、で、最強カード持ってきて、はい、ミラーですね。実質、はい、ミラー。これミラーって言ってんのやばいけどな。光の黄金節があればいい。破壊竜ガンドラギアスは特殊召喚ができる。増獣いいでしょう。いいでしょう。増獣は全く問題はない。なんでかっていうと、貫通して動くしかねえからだ。いけ！破壊竜ガンドラギアス特殊召喚。マジでこれ、登場のシーン、アメコミのヒーローすぎるだろ。まあ、多分無限保養1枚くらいあるんでしょうね。破壊竜ガンドラギアスの効果。フィールドのカードを全て爆破する。何？あ、いいでしょう。問題はない、一切。一切問題はない。で、これターンサイレンスなんで、あと手札1枚か。王の棺発動。そして、王の棺の効果により、手札を1枚墓地に送ることによって、ホルスモンスターに対応。墓地に送ることができる。これによって、ホルスの祝福。いや、これイムセティの方が伊達長いな。そして、レベル8のモンスターが特殊召喚されるぜ。はいこれ、打点8000でしょ。多分これもう1枚はターンサイレンスなんですよ。伏せカードこれ何これチェーン黄金椅子やばい。黄金椅子効果やばい。あちょモンスター1枚処理されるのね。オッケーオッケー問題ない。でイムセでいっとくしょう。よしレベル8のモンスターが2体来るぞユーマン。イムセティとガンドラギアスでオーバーレイエクシエンス召喚現れよナンバーズ97竜英神ドラッグアビオン効果発動。頭悪い。これブラックホールしてラビオンしてるだけなんだけどこのデッキやばい。頭悪すぎる。ヌメロドラゴン効果エビゴメーラーやめてくれ頼むいけーうわーよーしバトルグラーはい対戦ありがとうございました。はい遊戯王は神ゲーマジぬるいな。遊戯王ってクソ簡単だわ。このデッキ回し方は簡単だから割と初心者にはおすすめできるかもしんねえな。もしかしたら強くはないけどこれガンマぶち込んだ方がいいかさすがに。サイクル MB がガンマの効果発動して、スキル3はちなみに、レベル2のモンスターが前に出てこない方がいいと思うんで、まあ、スターターとか持ってたら別なんだけど、まあ、多分イビルツインは大体まあスプラで入っててレベル2のモンスターが並ぶとやばいんで、あわらしうざわらしうっとうしいな。まあでもこれガンマは別に無効になったところで破壊されなければずっと墓地からわらしのエフェクトを得ろ。一生無効になったところで、まあ、単勝制限ないので、まあ、手札にあればありったけ打てるんでねガンマさんは。なんでまあここから相手は絶対にガンマを踏んでしまう中展開しなきゃいけないっていうのがあるんで、まあ、割ときついはきついと思う。相手なんだかんだねやっぱガンマが手札にある状態のなの分かってて展開しなきゃいけないからそんな展開伸びねえと思うんだよな。クリティカルなところにヒットすればいいから、まあ、そういうのは全然普通にギガンティックスプライトにガンマ打つけど大丈夫。結局こういうねなんかその後手系のデッキにそれガンマ打つけどそういうなんかこういう後手系のデッキとかになんかあ G ねはいはいどうぞなんか何をね入れるかなんですよ手札誘発を。結局、まあ、G とガンマぐらいなんですけど結局 G はウララとハカガラに止められちゃうからなんか相手のウララがハカガラを消費させるだけなんですよね。まあ、一応それも有意義ではあるんですけどホルスデッキやったらイムセティにウララ打たれないとかイムセティにハカガラ打たれるっていう危険性がなくなるんでね。なんですけど相手のウララを消費させるだけの役割よりかも、魔法トラップカードで全部パスするカードいっぱい入れた方がいいんじゃないかっていう説もあって、まあ、今回そうしてるんですけど、まあ、G とガンマぐらいです。ウララとかはもうパワー低すぎて後手からだと。ちょっとさすがに裏ラ1枚止まってくれる敵はあんまないからさ現環境でなんかこうイビルスティンスプライトとか特にそうじゃん。なんであんま関係ないんですけどてかこえなんかやばいクソ強いやんけ相手の動き。ちょっと待ってくれやこっから俺イビルツイン展開されんのか。うおーエッチまあムービーエッチだからええかこれさイビルツインの新規モンスター結構その対象年齢9歳は無理あるよな。遊戯王過去対象年齢9歳マジ無理あるだろこのケツこのケツ無理あるだろ普通に考えて。いやちょっとねあれですねよくないですね教育によくない。ちょっと待ってやばいでしょこれ普通に考えて。この2体ありえんエロいだけどな。ちなみに相手の煩悩を破壊しに来ることによってなんか相手がムラムラしてデュエルに集中できないっていう、まあ、その番外真実みたいなやつも取れるからまあスキルリーダーは強いですよね。はいまあそれが自分に降りかかってくる可能性もありますけどね。煩悩が自分に来てなんかちょっとムラムラしてきたなってなってちょっとデュエルしてる場合じゃねえってなってしこりに行くみたいな話もあるんでこれ若干怪しいという説はもうガン巻きすぎ。ガン巻きすぎ問題。トラブルさんにはなんか変身するんだよね。フリーチェーンで。あれ、煩悩の塊みたいに。煩悩が二分裂するみたいな話なんだけど、まあ、ライトニングストームとりあえず後ろ破壊するわ。後ろなんですか後ろなんですかまあ、これ攻撃表示モンスター破壊しに行っても全部ぶっ殺せるけどね。まあ、ブラックホールあるんで大丈夫でしょう。後ろ破壊して、前破壊して、石壁と光の、黄金室で、ラビオンヌメロンスーパー勝ちだ。頭が悪すぎる。ブラックホールブラ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 ックホールブラックホールはちなみに、フィールド上のカードを全部破壊するため、モンスターを、トラブルサニーで、変身したモンスターがどっか行きます。はい。出てきた瞬間にどっか行きます。はい。さあ、サニーちゃんの効果で変身する、超変身っつって、一条さ見ててくださいっつって変身する。あまりにもエロすぎる。対象年齢9歳は無理がある。対象年齢9歳無理があります。はい。このさ、何この左側の何この胸部のキスマークはこれ誰がつけたの？もしかしてあれか、ガールズラブか GL か。光の黄金室だぞ。で、光の黄金室の効果、さあ光の黄金室の効果によって、おいちょなんかあんじゃねえか。なんだこれ、裏だかうららくせえな。うららうっざ激キモいな、あいつ。なんだよ。クソだり。待ってくれ。光の黄金室ができなかったら 1K 取れねえな。オーブの石壁発動するしかない。俺、イムセティとかだったらあるんですけどね、ワンチャン全然。イムセティとかだったらワンチャンあるんですけど、イムセティじゃないので、イムセティではない場合、これなんもないんですけど、これ持ってきたところで何も起きないんだよな。まあ、イムセティ持ってくるしかないのか。マジでイムステージ持ってくるしかない。やることがなさすぎる。まあ、じゃあ手札、イムステージ1枚から何もできないんですよ。ホルスデッキって。まあ、そういうデッキなんで。まあ、たださすがに、相手イビルツイン入ってないと思うんで、デッキの中に。だから、まあ、多分トラブルサニーの効果は使えなくて、墓地を送る効果は多分発動できないと思うんですけど、もし奇跡のイビルツインで、まあ、インデッキの中にぶち込んでますって言ったら話別なんだけどね。基本的には。大丈夫だと思う。トラブルス入ってんの？待って、入ってんの？待って入ってんのかーい。入ってんの聞いてねえよ。マジかよ。入ってんのかよ。それ入ってんの初めて聞いたわ。やばい。これ使っちゃえばいいか。あ、これ持ってきて捨てる方がいいのか。ちょっと待って、間違えた。やばい。あ、やばい。あーミスった最悪。やばいちょっと完全にミスった。やばい。ちょ、甘えたさすがに今のは。いや、イムセティビート始まる。やばい。うわ、ミスったマジ。最悪。そうだよな。出さないってことは裏だよな。ごめん。そうだよな。出さないってことは裏の勝ちだもんな。おい、ちょっと待って、マジやばいぞ。やばいことが起きて、これイムセティビートするしかねえ。やばい。ワンチャン負ける。ワンチャンイビルツインとか引かれたら負けるって、これ展開されてやばい。助けてくれ。あかんこと起きた。意味わかんないことした。やばい。本当にすいませんでした。もしもう許してください。やっだばい。オッケー。それは一体は大丈夫。それは一体は耐えてる。ただこれ何を引いたらいいかって話があって、何も引いてもなんかあんま何も関係ない。うわ、やばすぎる。クソみたいなプレミアムしたわ。何も起きないじゃんこれ。もう最悪。奇跡の MCTV と始まってるってやばいって。これマジでてかさ、ブルー出さない方がよくない？相手なんでブルー出したの？相手もプレミしてるわ。相手も混乱してプレミしてる。大丈夫だから、お互いにプレミしてるからギリ耐えてるかもしれない。ブルーだって絶対取った方がいいでしょ。トップ J とかでも動けるもんね、ブルーだったら。ほら動けたじゃん。え、効果発動しないの？あ、もしかしてさ、これで墓地にさ全部キスキルいってんじゃない？キスキル全部いってる。相手も脳死んでるぞ。わ。やば。王の質、これ先に発動してから皆さんはね、動くようにしてください。はい。皆さんは先に発動して、で、これイムセティとかそっち系のなんか捨てて強いモンスター持ってきておいてから、イムセティの効果使って、こうですね、この順番です、はい。この順番をやるようにしてください。よくわからないモンスターをコストにしないように、はい。で、ドロー。あ、オッケー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 。まあ勝ちか。危ねえ。絶対今、ブルー出すの早かったし、相手。リーラ召喚するのもよく分かってなかったでしょ。気づきでいないの、絶対計算入ってないって。はい、とりあえず全員出しまーす。はい。はい。はい。プレミオマスターデュエルプレミオの勝利対戦ありがとうございました。ふぅてかガンガラギアスどこ行った。ああなんか割と反応強そうじゃねこれ。ラバゴパーンサンダーボルトパーンイムセティ効果って言ったらこれ勝ちじゃないまあそんな簡単に展開が通るかどうかは謎だけど、マジでこれ、ラバゴサンボル心変わりイムステージで勝ちでは参戦のゴーもあるし、なんなら、相手をパクる爆破するカード持ってこれるし、なんならね、ラバゴーレムがね、モンスター効果発動するわけじゃないから、参戦のゴーとか参戦の際とかを起動できないっていうのはちょっと若干あれなんだけど、サンダーボルトとかを打たせて、参戦のゴーで参戦の際持ってくるとか、そういうのできるんだけどね、あライトロードアテナミネルバさんですね。あこれもなんか、いや、わかんない。俺のターンが返ってくるかどうか怪しいな、これ。非常に。いや、これ強いな、この墓地壊し能力。ワイトロードやば。ちょっと待って、デッキの、やばいやばいやばいつえワイトロード、ワイトなんたいんだよ。これなんだこれ、ワイトキング爆誕するやつか。やばい。ワイトキング爆誕するやつやばいって。ちょっとあかんこと起きてるわ。ワイトロード破格レミの誰。ワイトロードマジ強いんだよね。なんか自分の墓地のワイトの数だけデッキの上からカード墓地を送るっていうなんかやばいこと書いてあって、なんかそのライトロードとかティアラメンツ使ってワイトめっちゃ送んじゃん。でその後にワイトロードをぶん投げるとなんか普通に10枚とか増やせるんだよね。芝刈りみたいなもんだ実質。なんかその墓地肥やしてある前提なんだけどなんかもっと墓地超えますみたいな感じの効果あったね、実質。なんかその上振れをさらに上振れするみたいなカード。なんか時知らずのデュガラスで誰を蘇生するんだ。出たお菓子の大精霊やウィーン来た。ハローの相方来た。ウィーンの効果は打点がアンデッドモンスターの数かける800アップするか、バーンダメージだよね。アンデッド族モンスターの数かける500ダメージ。アンデッド族モンスターがあまりにも多すぎるの死ぬな、これ。バーンダメージ選択肢は絶対死ぬやんこれじゃあ打点アップするしかないか。19200やば。ちょっと打点上がりすぎじゃないですか先生。これ先生どうするんですか19200にして。これなんかさ、もうでもハガクレミのプラスウイルスソードマンでさ、なんかもうコーディネラルのリンク先みたいなとこに置いてるのめっちゃ怪しいよね。なんかコーディネラル来たやばい。コーディネラルだとちょっと待ってくれ。コーディネラルで一旦19200いただける。これどうすんのこれ。あリンネリューサンサーラ効果レビオニア、なるほど、龍一。すべてを指しました。皆さん、速報、龍実況チャンネル死亡します。どうして、あんたがここで死んだら、遊戯王マスターデュエルはどうなっちゃうの？まあ、どうにもなんないけど、ここをしのいだら、なんか、インスペクションバールゼブンにも勝てるんだから、次回、龍死す、デュエルスタンバイ。